はい、それでは2023年10月24日ですね。24日の、線形代数学 B、科目コード CB2127 こちらの方の授業を始めたいと思います。で、ですね、前回ですね、余因子展開と、それからあとそれを使った逆行列の余因子の、余因子による表現について、お話ししましたが、ちょっと最後の方ですね、不十分だと思ったので、その部分最初に冒頭説明します。で、同時に行列に対するいくつかのですね、標準規定を使った表現についてももう一回整理してまとめて説明したいと思います。まずですね、こんな風に A1 から AN までのベクトル、縦ベクトルをこういう風に N 個用意してやった時に、そのそれぞれのエレメントがこの A1、A2、AN の縦ベクトルになってるっていうことを意識して書いたんですが、その場合行列 A っていうのはこういう風にこの縦ベクトルを横に並べたという形の表現で表すことができます。はい。そして次です。で、AIJ っていうのは何か実数全体の集合か、または、複素数全体の集合。ただし実数全体という時には何度も言いますが、これはプラスマイナスジャスト無限大は含みません。それから C はって言われたら無限点は除きます。無限点っていうのは Z 分の1が0を満たす点のことです。除くということで、このどちらかになります。はい。大体線形代数学も解析学も応用数学も無限大ジャストイコールっていう取り扱いっていうのはしないんです。無限大っていうのは基本的に極限でしか考えないんです。はい、というようなことをちょっと一応強調しておいて、その上で、行列 A をこの A っていうベクトル、縦ベクトルを横に並べるっていう表現で書けるということがをまず第一に言っておきます。で、2番目、今度はですね、線形代数学 A でやったと思うんですが、どの辺でやったんでしょうね。多分第2節あたりですかね。標準規定はどこに書いてあるかっていうと、教科書の8ページですね。はい。英語で言うとカノニカルベーシスっていうふうに言います。はい。で、標準規定、これ教科書の8ページに書いてあります。教科書は何回も言っている通り、内田先生、浦川先生の線形代数概説消化号から出ている本ということになります。で、こちらの方の8ページに標準規定が載っています。要するに E1 って書いたら第1成分だけ1で他全部0、 E2 って言ったらこれは、第2成分だけ1で他全部0、 EN って言ったら第 N 成分だけ1で他全部0の N 次元ベクトル空間のベクトルということになります。はい。で、それでその上で、1行 N 列の行列と N 行1列の行列の演算っていうのはこうなりますよっていうのは、行列の N 行 M 列の行列に対する演算規則を使うとこれが出てくるよっていうのは、これは前期でやったと思います。行列が出てきた時の演算規則でやったと思います。で、もう一つは N 行1列の行列と1行 N 列の行列、要するに縦ベクトルっていうのはこれは N 行1列の行列とみなすことができる。それから、今度は、横ベクトルっていうのは1行 N 列の行列とみなすことができる。それに対して行列の演算規則をやると今度は N 行 N 列の行列がこんな風に出てきます。はい。で、この2つの演算規則を使うと何が出てくるかっていうと、この標準規定を、左側に横ベクトルにしておいて、 T は点値です。 T は点値の意味です。で、横ベクトルにして、後ろ側を縦ベクトルにして EI と EJ っていうのでこうやって掛け算します。そしてここに書いてある横ベクトルかける縦ベクトルの演算をやってやると、結果的にこんな風に I と J が等しい時は1で、等しくない時は0というような形が出てきます。もちろんデルタ IJ はクロネッカのデルタです。で、逆に今度は、これ
縦ベクトルかける横ベクトルにすると、これは、今度は N 行 N 列の行列がこういう形で出てくるということになります。そのことを使ってこの演算をやってやると、今度は IJ 成分だけが1で他全部0の行列が出てきます。 N 行 N 列の行列で IJ 成分のみが1で他は全部0の行列が出てきます、はい、でこの性質を使う と、何が出てくるかっていうと、この E の IJ に対して、クロネッカーのデルタを、かまして、そして和を取ってやると、ちょうど N 行 N 列の単位行列になるっていうのが出てきます。つまり E の IJ と IJ 成分が1、クロネッカーのデルタをつけないでただ和を取ったら何が起こるかっていうと、全部1の行列が出てきます。エレメントが全部1の行列が出てきます。そうではなくて、ij がイコールの時だけ1で、他全部0にして、この eij っていう、の横、縦ベクトルかける横ベクトルっていうので和を取ってやると、ちょうど n 行 n 列 の、 あの単位行列が出てきます。それから、こいつに aij をぶつけて和を取ってやる、ちょうど行列 a の表現になってます。はい。というようなことなんです。はい。で、これがまず重要です。で、このことは逆に、このことは逆に言うと、この A という行列と、それからこの標準規定を使って、スモール AIJ って IJ 成分がどういう表現になるかっていうことをですね、表す演算規則も出てきます。それはどうするかっていうと、それはここに書いたんですが、途中でこの式使います。AIJ のクロネッカーのデルタの KI のクロネッカーのデルタの JL っていうふうにやって和を取ってやりますと、何が起こるかっていうと、K イコール I と J イコール L のところだけ値が残って、そこは全部0になっちゃうんです。なので、この和はこうなります。この式っていうのは、実は皆さん、工学部でいろんなことをやっていく上で、この考え方っていうのはいろんなところで出てきます。例えば、機械学習なんかでもこの考え方がいろんなところで出てきますので、この演算はぜひ覚えてください。例えば、もう一つ、もうちょっと簡単なバージョンでやると、ここは K にしてみますか。こういう式が成り立ちます。これは i と k が等しいところだけ1で、他は全部0ですね。なので、i と k が等しいところの項しか残らなくて、それは ak だねってのが出てきます。で、これを二次元的にした表現での公式がこれです。はい。よろしいでしょうか。で、これを、これをですね、失敗するとあれなんだけど、連続関数にするとこういうのが出てくるんです。で、この時のここのデルタのことはクロネッカーのデルタじゃなくて、今度はディラックのデルタ関数って言って、これはスペクトル解析とかインパルス応答なんかの時によく出て使う式です。で、これはディラックのデルタ関数で、それに対してだから X じゃなくて F にしておきますか。こうだといけない。これの代わりだから、まあいいや。だからこれに対応するものとしては、こう書くよりも、ここ Y にしておいて、だからここも xixk、ちょっとなんていうか j にして i コンマ j かな、はい、そうするとこれがちょうど fi になるよっていう式だから、
これに対応してこっちを書くとしたら x-y カッコの dy イコール f カッコ x っていう式が、連続関数だと成り立ってきます。こんな、こういうような式がよく出てきます。この2つの考え方っていうのは覚えておいてください。でデルタは、連続関数の場合のデルタはディラックのデルタ関数っていう名前で出てくることがありますので、僕の2年生の前期にやってる、電気情報部東北大学の電気情報物理工学科の、必修科目の応用数学 A の教科書の中では、第1章の最後のところでこのディラックのデルタ関数の話は書いてあります。はい、で、それを二酸化したバージョンでやってるということです。ちょっとここだけで長く時間を取ると後で本当に話したいことができなくなるので、一応ですねこの話だけちょっとしておきます。はい、大丈夫ですね。はい、ということです。だからよく見ちゃった、この2つの式、これ工学では大変重要な式ですので、どちらも一応覚えておいてください。でこれの下の方の式を2次元バージョンにしたやつをここで使ってます。はい、で、そうするとどうなるかっていうと、最終的にはこれ、何やるかっていうと、もう一回言いますね。この式、この A イクラージ A イコールって標準規定で書いた式の両辺に左から E の K、E の KT、 つまり、横ベクトルをかけてやります。で右から、縦ベクトルをかけてやります。で何番目の標準規定っていうのは K と L っていう形にしてこうやって置いてやります。はい、でこれ、A の中身をこれ代入してやります。はい、代入したのが、右辺になります。だから両辺にこれかけてますね。はい、で両辺にかけた上で和とこの EK と EL をひっくり返してやるとこういう式が出てきます。でこの中身はですね、中身はここら辺にどこに書いて、あ、これだ、これ。これを使うと、この E の KI と E の JL っていうのは、クロネッカーのデルタに置き換わります。そしてそこでこいつを使うと、結局ですね、この右辺がイコール AKL になっちゃう。AKL になっちゃうので、それで結局この式が出てきます。で、これ何が得られたかっていうと、結局 A のKL 成分っていうのはこの標準規定とラージ A っていう行列を使ってこういう風な表現で書けるよっていう、左辺と右辺ひっくり返すとね、 AKL っていう、その、個別のエレメントが実はラージ A という行列に標準規定をぶつけることによって、1個だけその成分を取り出せるんですよということを表しているんです。この演算は、非常に重要ですので、覚えておいてください。はい、ということです。で例えばこれが A が3行3列ぐらいだったらさ、書けるからすぐにこのエレメントだよねって分かるんだよね。でも皆さんがパソコンの中に入れた1万行1万列の行列の中からね、1万行1万列の行列の中からね、1010行目の、3100番目のエレメントだけを取り出そうっていうのをやったらさ、やろうとすると皆さんその、エレメント全部書き出してこれだぞなんてやってる人いなくて、それを自動的に取り出す方法が欲しいでしょ。それがこれなんです。だからこれを、この式を、パソコンの中にプログラムでインプリすると何が嬉しいかっていうと、皆さんが用意すべきは、1万行1万列のベクトル空間の、1万次元のベクトル空間の中で定義された N 行で1万行1万列の行列に対して、1万次元の、カノニカルベクターを用意しておくんです。1万個。ね、そしてその中の、何番目の、何番目の成分のエレメントが欲しいかっていうことで、それでこの演算を、計算機の中でプログラムしてやれば自動的に自分の得たいエレメントがポコッと取り出せるということになります。非常に便利な式ですので、これも一応ですね押さえておいてください。はい、ということです。これ機械学習でよく使います。はい、この関係を、標準規定ってものすごく便利です。あともう一つ、この式、これから先工学の中の専門科目なんかで時々これがですね出てくることがありますので、皆さん一応これも押さえておいてください。まずはここで一度休憩を入れます。
はい、それでですね、次です。次は今度はこれも前回定義したんですが、行列 A の IJ 成分の余因子、これをこういう表現で書きます。はい、でこの表現で書いたときに、この表現というか、これで点点点で書くと、要するに、ここ点点点抜けてますね。はい、この点の書き間違いはまだあるとは思いますが、はい、その時にこれ余因子っていうのは、行列 A の中の I 行目と J 行目だけ、IJ 成分は1にして他全部0にしなさいっていう、そういう行列を作ってやって、その行列の行列式を、これを、A という行列の IJ 成分の余因子と呼びますというふうに言ってるわけです。よろしいでしょうか。で、それで、教科書ではこの定義を書かずに何て書くかっていうと、 A という行列の IJ 成分に対するですね、小行列というような、そういう呼び方をして、小行列という呼び方をして、それをラージ A の IJ っていうふうに書いてると思います。内田先生、浦川先生の線形代数概説、消化簿から出ているテキストですね。こちらの方では、この A という行列がこの赤いところ、こっちも縦方向も赤いところですね、ここを、0と1で置き換えるんじゃなくて、これを全部取り払ってしまって N-1列の行列を作ってくださいと。それを IJ 成分に対する行列 A の、小行列と読みますよっていう風な形で、内田先生と浦川先生の教科書の中では書いてあって、それを使ってこの余因子っていうのはマイナス1の I たす J 乗かける小行列の行列式だよっていう風に定義してると思います。でどちらも正しいです。なぜかというと、この式で、これ取っ払うと、ここの部分の1に対して、これマイナス1の i たす j 乗が出てきます。これは余因子展開の式を使うとすぐ出てくる式です。はい。で、それでですね、余因子展開ってコーファクターなんです。とにかく、行列の性質の中からで、自然に出てくる標識になっています。はい、でここではですね、ここから先、余因子展開もを出すときにもこれ使ったんですが、要するに、逆行列やそれからクラメールの公式を使う上で重要な式はこちらです。これは何かというと、行列 A の中で上の方は縦ベクトルを横に並べて、行列を作りますよっていう表現なんですが、点点点で書いたときにどうなるかっていうと、また書き間違いあったらごめんね。で、とりあえず行列 A の中の J 列目だけ、 J 列目だけ、J 列目だけほとんど0にして、 IJ 成分だけをコンスタント C という値に置き換えてくださいと、こういう行列式を考えています。これは余因子ではありません。余因子ではありませんが、実はこれ、ここのですね、横方向を C 以外のところを0にしてしまうと、余因子 ×C になるんです。なるんです。やってみるとわかります。で、それらは教科書の中の定理 5.1 と 5.2 と、5.1 と 5.2 を使ってやると、5.2 の正確に言うと K ですが、K1 ですが、これを使ってやると出てきます。これが、余因子かける IJ 成分の余因子かける C になっているよってのは出てくるんです。はい。だからこれです。はい。で、これそのものは余因子ではないんですが、これに対して教科書の定理 5.1 と 5.2 の K1 を使うと、この式が出てきます。はい。で、このことを使うと何が出てくるかっていうと、この下の式が出てきます。はい。下の式が出てきます。C として AKJ に置き換えてやって、K で和を取ると、ちょうどここのところが、クロネッカーのデルタ×デターミナント A になるって出てきます。はい。これ和を取ってみればすぐできますから、それは自分でやってみてください。はい。で、このことを使って、これから、このことを使って、まず行列の逆行列の余因子を使った表現の等式をちょっとやってお見せします。
はい、この式をどういうふうに導く、この式が導いたら実はですね、クラメールの公式もそれから行列の逆行列の余因子表現、余因子による表現も両方とも自然に出てきます。なのでこの式を理解するのが一番重要です。だったらこれ導けやな、ここでって思うかもしれませんが、ちょっとこれはちょっと自分でやってみてください。これが分かれば、この式がここの等式が分かれば、ここの等式が理解できれば、自然にこれは出てくるんです。はい、ということです。はい、逆にこれをきっちり導こう、どのこの定理 5.1 と 5.2 のコラリ1、これを使ってどうやって導いていくかっていうのをですね、きちんと示そうとすると意外に紙3枚ぐらい使います。はい、ということだけは言っておきます。はい、でまあちょっとここでまた休憩を入れます。はい、今ですね、この部分の説明終わったんですが、ここ、K の和って書いてありましたが、I の和の間違いです。はい、訂正しておきます。はい、それではですね、2023年の10月24日の線形代数学 B の、3番目のパートになります。で、ここまでですね、余因子を使ってこういう式が成り立ちますよというお話をずっとしてきました。はい、それで、この、式の中、この等式に対して、今、左から EI、右から EJ の、転置したやつですから、横ベクトル。左から縦ベクトル、標準規定の縦ベクトル。で、右から標準規定の横ベクトルをかけてやるという操作をしてやります。なので、今、どこに何が入ったかっていうと、ここと、ここに、こういうふうに入ってるんです。はい。で、I と J で和を取ってやります。はい。なんか、板書で間違ってるかもしれないところを見つけたのかもしれないんで、後でもしあったら言ってください。すいません。それでですね、その上で、この授業の一番最初に出した式ですが、ここの、またこの式を、使います。これです。この等式をまた使います。クロネッカーのデルタを使った標識です。今度は、クロネッカーのデルタを、この L に対して、K コンマ L っていう形で使って L で和を取るっていうようなことをやってます。はい。で、この式を使います。で、これをですね、ここの A、K、J のところに逆に入れてやります。はい。逆に入れてやります。はい。これがこの話の最大の、で、その上で、このクロネッカーのデルタなんですが、標準規定を使うと、標準規定を使って、こういう風に表されますよ。横ベクトルかける縦ベクトルという形で、こんな風に表されますよっていうような式を、やはり今日の一番最初のところの説明でしました。で、それを逆にまた使います。はい。それがこれです。これが、こういう風に変わるんです。で、変わった上でですね、これを、これをですね、K と I に対する和と L と J に対する和でそれぞれ分離してやるんです。なぜかというと、K と L がですね、同じファクターとして混ざっているところがなくなっちゃったんです。それから I と J に対して混ざっているところがなくなっちゃったんです。なので、こう分離します。これ分離するのは何ていうか知ってる？こういうのファクトライズです。因数分解です。これも要するに、ある意味因数分解できちゃった。もともとはなんかいろんなものが混ざっていて分かりにくかったんですが、それを標準規定を使ってそれぞれのファクターの積にしていくことによって、この式が、もう一回言いますね、 K と I は混ざってるんです。それから L と J も混ざってるけど K と L も混ざってない。それから I と L も混ざってない。はい、というようなことなので、こういうふうにファクトライズされる。それともう一つは、デターミナント A っていうのは IJ によりませんので両辺で割ってます。この2つの操作をいっぺんにやってます。はい、ここ一番重要ですよ。これ要するに、ベクトルと行列の表現に対する因数分解がこれでできちゃったよと思います。はい、で
できちゃった時にここの黄色い部分をラージ X と置いて、で元々のここの部分は一番最初冒頭でやった表現の通りで、行列元々の行列 A で、でここの部分は、N 行列 N 列の単位行列なので、ここのところの一番前のファクターを X と置く、 X かける A イコール単位ベクトル、あ、単位行列になってます。で同じことを今度は最初の出発点の式で、最初の出発点の式でこの K と J をひっくり返して K, のか K で和を取るっていう式でこう書いてあったやつもやっぱり成り立ちます。これ成り立つことを示すためには、先ほどこれを考えた時の式をですね、縦横ひっくり返して、見てやんないと出てきませんが、とにかくこれも成り立ってます。でこれから何が出、これから同じような操作をやってやると、今度は x×i=a イコール i じゃなくて a×x イコール i が導かれます。要するに何が言えたかっていうと、 x×a イコール a×x イコール i を満たす n 行 n 列の行列 a じゃないですね。間違ってます。 x です。失礼しました。はい、行列X が存在しましたよということです。でこの存在した X が A のインバースですよっていうふうに書いて、 A のインバースと書いて、これを A の逆行列インバースですよっていうような言い方をしますよということが、行列の逆行列の定義のところに書いてあったんです。はい、でどこに書いてあるかっていうと、教科書ではそれが書いてあったのが、どこだっけ、ちょっと待ってください、逆行列ページ数が、25ページです。教科書の25ページのところに書いてあります。なのでこれで一応ですね、あの逆行列っていうのはこういうふうに、あの共分散を使っ、要因子を使って表されるということが出てくるわけです。でなおこいつをですね、ちゃんと書くとどうなってるかっていうと、 A のインバースイコールデターミナント A の こういう風になっていて、元々の A という行列と IJ の並びが、 IJ の並びがひっくり転置された並びになっているっていうことだけは、あの注意してください。はい、ということです。はい、これで一応あの行列 A の逆行列を余韻子を使った表現ということで書くと、こういうやり方になりますよというような説明が終わるわけです。ちなみにこの標準規定を使って、とにかく行列を表していくという、この理由には何度も言いますが、例えば、パターン認識とか機械学習、こういうもので、非常によく使われます。はい、実際ですね、大関正幸先生の、電気情報物理工、東北大学の電気情報物理工学科の、工学部専門科目の、6セメスターでやっている、6セメスターの木曜日の、何次元目だ ?4 次元目。6セメスターの、木曜日の、4次元目にやっている、そして YouTube でも公開されている大関正幸先生のデータ科学と機械学習の数理の授業で、今月第2回目のやつではこの表現を使っていろいろと機械学習のテクニックとかを授業してました。
ので、ぜひ、皆さん、もしそういうですねデータサイエンスに興味を持っている方は、そちらの方も合わせて見ていただきますと、線形代数学ってどういうふうにこの後使われていくかということが理解が深く進むと思いますので、ぜひ見てみてください。大関正幸って書いて、そしてデータ科学と機械学習の数理って打つと出てきますので、あれ今年度から始まった講義です。はい、合わせ技で見ていただくといいと思います。はい、でまずここで一度ちょっとまた休憩を入れたいと思います。はい、それではですね、ここまで行列 A として、こういう行列に対して、こういう行列に対して逆行列っていうのはこういうふうに余因子で表されますよっていうところまで話してきます。そこで今度はこんなふうにですね、x が未知数で、y というのが与えられていて、でこの y のことをこれを非正事項と言います。でこの y というベクトルが n 次元の0ベクトルになったときに、これが0ベクトル、つまりこうなったらこの時には正時の連立方程式。正時線形連立方程式と言います。で、それで正時っていうのは、これは英語でホモジェニアスと言います。で、非正時項っていうのはこれは非ホモジェニアスタームというふうに英語ではやってます。はい。で結局だからこうなってるんですが、でこいつの両辺にこれの両辺じゃないや左辺から A のインバースをかけてやります。はい、そうすると何が起こるかっていうと、ここのところは単位行列になりますので、したがってここから X っていうのは A のインバースかける Y ってなる。でそうするとこれで何が求まるかっていうと、これ A のインバースっていうのはここに書いてある通り共分あ余因子を使った余因値を使った表現になっていて、ここにデターミナント A っていうのが出てきてます。はい、デターミナント A というのが出てきてまして、こいつが0になっちまったらアウトなんですが、ノンゼロであれば必ず A のインバースっていうのは一時的に存在します。一時的に存在するってどういうことかっていうことについては、教科書の25ページの逆行列の定義をしたところに、浦川先生たちの教科書の中に、25ページの下から4行目くらいにその説明が書いてあります。そちらを見てください。とにかく、これ、デターミナントこれがノンゼロなら X っていうのは
ういうことになります。はい。で、それだけじゃなくて、今度は A の表現を縦ベクトルに分けて書いてやったとします、はい、でこれは標準規定の表現を使って書くと、N までの A と横ベクトルこうなってます。で、これなんですが、標準規定使って書いておきますかね。書くとちょっと書いて分かりにくくなるな。そしてこれでもう一回ですね。これを書き下してやります。そうするとどうなるかというと。でこれをですね、これに対しても先ほどの横ベクトル×縦ベクトルの考え方を使ってやると、これ x1a1 たす x2a2 たす点点点で xnan っていう式がこれ出てきます、はい、でこの式で、もしこの、こう余因子展開を余因子を使った逆行列の表現を使った x の解の表現を見てやって、 y っていうのが全て n 次元の0ベクタルですから、これは x は、しか存在しないことになります。ということになります。ということは、ここから何が言えるかっていうと、デターミナントの これがノンゼロになるということがならば、は互いに一時独立で、で規定となっている。ということがわかるんです。はい。で、要するに今政治方程式の話までしたのは、その政治方程式の解がデターミナントがノンゼロになるときに、これ間違ってノンゼロですね、危ないところでした。ノンゼロならこの解は要するにここの余因して書かれたこの表現は常に一時的に出てきますから、要するにこれ以外には解はないわけです。一個決まります。他に他のやり方で探してきてもこれになるはずなんです。そうじゃなくておかしいんです。はい。で、なので、
Y が、N 次元0ベクタルだったら、つまりこの、非正時の連立方程式の場合には、これはデターミナント A イコールノンゼロだったら、この解は、Y イコール0ベクトルだよっていう時の解は、X イコール0ベクトルしか存在しないんです。で、それをこちらの方の、A×X っていうのをこういうふうに A1、A2、AN っていう縦ベクトルに X1、X2、XN を係数としてかけたっていう表現として見てやってやると、 X ってこれが 0ベクトルになるときは、要するに X1、X2、XN が全部0のとき以外にはありえないんだよということをこれで示してしまったことになるので、したがって A1、A2、AN っていうこの元々の行列の縦方向のこの数字で作ってやった N 個のベクトルがちょうど互いに一時独立になっていて、これは N 次元ベクトル空間の規定の一つになっているということがこれでわかるわけです。だからデターミナントが0ではないということを示せるということはものすごく大きいことなんです。よろしいでしょうか。このことをまずは逆行列の表現からお話ししたかったので、あえてちょっと時間を取りました。本当はこれスキップしてクラメールの公式の証明に行っちゃってもよかったんですが、どうしてもここのところの方がむしろですね、大事です。規定という考え方というのはこれから先、スペクトル解析とか考える上でものすごく重要な概念です。一時独立性ということに対するものすごく重要な概念で、これから常微分方程式とか、2年生の前期でやるときにもこの規定という考え方が、いろいろ出てきます。その話をちょっと今日はしたかったです。で、その上で今日はこの後クラメールの公式を10分で証明して終わりにしたいと思います。一度休憩を入れます。それでは2023年10月24日の授業の、最後のパートです。ここから今度はクラメールの公式を導いてお見せしたいと思います。はい。で、これなんですが、ここ名残惜しいんですが、で消しまって後でまたあれって思うと、ここ、さっき違う文字書いてありました、 i イコール1から n の和の間違いです。もう一回訂正入れておきます。その上でですね、はい、これまず消します。はい、それでですね、このから出発して。ということをやってお見せします。はい。で、どうするかっていうと、まず最初にこれ全体に x の g だったか。これに x の j をかけます。そして j で n から n イコール j で1から n まで両辺和を取ります。そして、J と K の和をひっくり返します。ですね。ひっくり返して、ひっくり返して、
でこっち側はデターミネント A は外に出してしまいます。別にいつ出しても構わないんです。はい。ここまでいいじゃん。で、その上で何度も使ってきたこれですね。これは一瞬間違えそうになった。これあの黒ネッカーとデルタがかまされてると思って間違えた。こうなります。これはどこから出てくるかっていうと、これを各、行ごとに波線の中身は Y に置き換わります。消してしまった。ここに最初のところに書いたところに書いてあった式をそこで使う。で、こいつなんですが、これはどうなるかっていうと、どうなるかっていうと、間違ってますね。K 番目、K 番目、K 番目 I だから、ここのところは、どうなった？ちゃんと取れた。K I イコール I だから。で、ここのところが、はいはい。配列目というか、いいんです、いいです、これでいいです、はい。で、そしてこれを K で1から N まで和を取ります。それがちょうどこれの、左辺なんですが、
なりまして、そして、この輪が中に入ります。これは、なんだっけ、教科書の行列式の性質の中の定理の、5.1 の括弧2の方を使います。教科書の、行列式の性質のところの定理の括弧、定理の 5.2 の括弧の2だね。2の方を使います。これ何を使ったかっていうと、ここは使ってます。はい。そうするとこれがちょうど要するにこれの、左辺なんですね。で今度右辺はどうなるかっていうと、最後の式を書く場所がだんだんなくなってきましたが、右辺は化けました、はい、なのでよって xi イコールデターミナントの掛けるということで、これが i イコール、ここのところが i 列面なんですね、はい、で、これがという形で導かれて、これのことを、これが教科書の 7.1 で、教科書では日本語ではクラメールの公式って言ってるんですが、英語ではクラメールズルールって書いてある場合が多いです。ということで、これでクラメールの公式まで出てきました。はい。で、ちょうど時間になりました。でですね、次回は、ここまでやって、さあ、そしたら、これで、第7節が終わるので、さあ次は第7節が終わって第8節は実は線形代数学 A の範囲なんですよね。なので第9節の固有値と固有ベクトルに、教科書通りだと進むんですが、ここちょっと僕のこだわりで実はこの行列 A のですね、行列 A を使って表されたこの連立方程式が、業界用語ではですね、ランク落ちしてる場合に解がどうなるのっていう話があるんです。ランク落ちしてるっていうのは、要するにこのデターミナントが0でないとき解がユニークに存在するってこれは OK なんだけど、デターミナント A が0になっちゃったときに解は本当に存在しないの、実際にはあるかもしれないよね。
というようなお話があるんです。その話を次回します。あの次回はなので、このデターミナント A が0になるような場合のこの N 元連立の方程式の話をしていきます。あのいわゆるせあの、線形代数学の中ではランク落ちした係数行列に対する連立方程式の解ということでいろんなところに載っている話をちょっとしていきたいと思います。はい、それでは今日2023年10月24日の線形代数学 B はここまでにしたいと思います。それでは皆さんごきげんよう。